カナルグランデを走行するゴンドラゴンドラとは、ベネツィアの伝統的テコギボートのことである。ゴンドラは何、世紀にもわたって、ベネツィアでの主な交通手段であり続けた。現在も、カナルグランデの騎士と騎士をつなぐ私船として、公共交通機関の役割を果たしている。現在のゴンドラの数は200から300、そのほとんどは観光タクシーとして使われており、数層がトラゲットや、 個人所有の船である。客船としてのゴンドラには小さな客室を有するものもあり、太陽や雨を避けることができる。ゴンドラは長くて幅が狭く、船体が非対称で縦に湾曲して水との接触面を最小に留めているため、一つのオールだけで多くの推進力を得ることができる。船の前面にある鉄製の装飾はフェロディプルーアと呼ばれる。 ヘサキの鉄という意味で、ベネツィア語では、フェーロ・ダ・プローバやドルフィンと呼ばれる。フェーロは、事故の衝撃から選手を守るとともに、装飾の役割や、線尾近くに立つゴンドリエーレとバランスを取る、重りの役目をも果たす。ゴンドラは、ヘサキに向かって立つゴンドリエーレが、片方だけのオールで、引くというより押す力によって推進する。一般に考えられているのとは違い。 ゴンドラは海底を棒でつついて進んでいるわけではない。それには、ベネツィアの海が深すぎるのである。オールはオール止めで止められている。オール止めは複雑な形をしており、オールを当ているポジションを変えることによって、ゆっくりした前進、速い前進、回転、減速、更新に対応できる。ベネツィア共和国時代に費用削減法が実施され、ゴンドラは、 黒の塗装を義務付けられることになった。それが習慣となり、法律が無効になってからも現在に至るまでゴンドラは黒に塗装されている。18世紀にはゴンドラの数は数千を超えたと思われる。ゴンドラ製造は19世紀の終わりまで発展し続けたが、それ以降ベネツィアでもモーターボートがゴンドラにとって変わりつ,つある。ゴンドリエーレは男の職業であったか。 2010年に女性、ゴンドリエーレが2名誕生。ゴンドリエーレは男性名詞なので女性ならゴンドリエーラという。ベネツィア初の女性、ゴンドリエーラは私船の小切手をしている。もう一人は出身地差別で訴え見事勝った彼女はドイツ系である。出身も性別も超えて初の外国人女性、ゴンドリエーラとなったが彼女は ゴンドラ協会に所属していないため、正式なゴンドリエラではない。ありがとうございます。